戸部合流の平野耀らの番組起用問われにテてれ、出演は各番組個別の判断に明言さける。日本テレビの定例社長会見で行われた福田博之専務の発言により、キング・アンドプスの冠バラエティ番組、キントレの好調なスタートと、戸部所属タレントである平野耀と神宮寺勇太についてのコメントが明らかになりました。 彼らの新たな事務所への合流により、ファンたちは彼らが今後どのような活動を展開するのかに興味津々ですが、日テレは彼らを番組に起用するかについては慎重な姿勢を見せています。 平野紫耀と神宮寺裕太が元ジャニーズ事務所副社長である滝沢秀明氏が設立した新事務所、飛べに合流することが発表されて以来、その動向に対する注目が高まっています。彼らは以前からキング・アンドプスの一員として人気を博し、ファンからの熱い支持を受けてきました。 しかし、メンバーの脱退後は新たな挑戦となり、多くの人々が彼らの今後の活動に対する不安を抱いていました。日本テレビの福田博之務は、筋トレガティ・ TV アレの再生回数でも好調であり、期待以上のスタートを切ったことを喜んで報告しています。そして、 筋トレのメンバーが長瀬角と高橋山の二人体制になったことに対しても、劇団ひとりさんや山崎博成さんなどのゲストが熱心にサポートしてくれていることを強調しています。これにより、番組のファンたちは安心して番組を楽しむことができるでしょう。一方、平野紫耀と神宮寺勇太の渡米への合流については、日テレは慎重な姿勢を見せています。 福田博之専務は彼らに対してエールを送りながらも、戸部所属タレントの番組起用については個別の判断となっていると明言しました。これにより、彼らの今後の日テレ番組への出演には不透明な部分が残っています。ただし、福田博之専務は彼らが新しい事務所で頑張ってほしいとの思いを伝えており、今後の発表に期待を寄せるファンも多いでしょう。 平野のしと神宮寺う太は、キングアンドスの一員としてだけでなく、個々の活動でも演技やバラエティ番組などで才能を発揮してきました。そのため、彼らが飛べ所属となったことで、今後ますます多様な分野での活躍が期待されています。例えば、ドラマや映画への出演、バラエティ番組のマック、さらなる音楽活動などが挙げられます。 ファンたちは彼らの新たな姿を追いかけることに胸を躍らせていることでしょう。日本テレビはキングピンスのキントレだけでなく他の番組でも若手才能の発掘や応援に力を入れています。これまで多くの若手タレントを輩出してきた同局は今後も新しい才能を発掘し視聴者に楽しいコンテンツを提供していくことが期待されています。 さらに、日テレは、筋トレだけでなく、他のバラエティ番組やドラマなどでキング・アンドプスのメンバーやトベ所属タレントとのコラボレーションも検討している可能性も考えられます。これにより、異なる事務所に所属するメンバーたちが一堂に会して、新たなエンターテインメントを作り出すことが期待されています。 最近では芸能界においてグループや事務所を超えたコラボレーションが増えており、ファンにとっても新鮮な驚きと喜びをもたらしています。日テレがこうした動きにどのように対応していくかにも注目が集まっています。 今後の日本テレビの番組編成や飛べ所属タレントの活動に関する詳細な発表を待ち望む声が多い中、ファンたちは平野紫耀と神宮寺勇太が新たなステージで輝く姿を期待しています。彼らの才能や魅力を引き出す新たなコンテンツが視聴者にとっても楽しみな一時となることでしょう。